はい、オルガンライフです。今日もためになる情報、楽しい情報を提供してきます。では見てください。はい、オルガンライフです。私最近ボンゴを叩いてますね。まあ演奏してるって言いそうになる。ただまだ叩いとくということにしましょう。なんか毎日叩いてる、だから楽しいということですね。まあ、ちょっと安いものを買っちゃったから、まあ、ここまで続いてるんだったらハイエンドのものを買ってもいいかな、そんな感じがしますね。まあ、よく話を聞いて買わないと、初級者が上級者のものを持って悪くない類のものであれば、まあ、一番いいものは値段的に無理、まあ、ただ真ん中ぐらいのものだったら買えそうですからね。それ今日の話、ボンゴの話じゃなくて検索の話です。 Google の検索の話。あの、私ボンゴに興味があるから、ボンゴ入門とかボンゴ中古、まあ、そんな感じで検索する。それ特にボンゴ中古と検索する。そうすると何が出てくると思います？あのボンゴ、楽器のボンゴっていうのもある。でももう一つ有名なもの、車ボンゴですね。マツダボンゴ、ワンボックスの車。まあミニバンじゃなくて、なんていうのかな、あれ、トヨタでいうハイエース、日産でいうキャラバンみたいな、商業車のワンボックス、それの中古ばっか引っかかる。そういう場合皆さんどうします？我慢してマツダボンゴのその記事を飛ばしてきます？あの、これいい方法あります。検索するとき、ボンゴスペース中古スペースマイナスマツダって入れてください。そうするとマイナスの項目は除外されます。マツダ、あのカタカナですね。松に田んぼの田じゃないですよ。そうすると楽器のボンゴ関係の中古情報が出てきます。もう同じ要領でこのマイナスをつける。そうするとそのキーワードが除外される。検索するときにこれを覚えておくと便利ですね。重要テクニックです。なんか期待外れのものがいっぱい出てくるな、そう思ったらキーワードにマイナスをつけてください。そうするとより閲覧性、検索性が上がります。ではバイバイ。オルガンライフです。定期的に役に立つ情報を提供してきます。ぜひチャンネル登録してください。チャンネル登録、この画面からできます。オルガンライフ登録お願いします。